皆さんこんにちは、ご紹介に預かりました林野庁次長の浅川でございます。今年の8月から林野庁次長として、仕事をしております。よろしくお願いいたします。木材利用推進全国会議の皆様におかれては、昨年の発足以来この木材の利用拡大に向けて精力的にご活動いただき、またこのコロナ禍という大変な制約の中でもできる限りの取り組みをしていただいておりますことに対しまして、心より感謝を申し上げたいと思います。私たちも木材利用というのを進めている中にあって、皆様からお力添えをいただけるというのは非常に心強く感じております。さて、今日ですけれどもお題としてですね、都市の木造化、木質化について話してほしいということで、ご依頼をいただきまして、町に第二の森を作るというタイトルで、お話をさせていただきたいと思います。まず木材の利用を進める意義というのをお話しする前にですね、この木材という商品について、一言お話をしたいと思います。普通商品を作って商売をするといった場合は、その商品が売れるのかどうか、売り先とか需要を見て見極めてから需要に合ったものを、必要な量を作って売るというのがおそらくマーケティングの基本ではないかと思います。いわゆるマーケットインと言われるものではないかと思いますけれども、木材も含めて農林水産物というのは、自然条件にも左右されますし、また生き物の、その生理的な作用といいますか、そういうものを活用しながら商品を作っていきますので、どうしても計画通りにできない部分というのがあります。少ない時もありますし、また作りすぎてできすぎてしまって、できたものをどうさばくかといういわゆるプロダクトアウトといわれる世界というのが、時には発生するわけでございます。特に木材についてはですね、収穫が50年以上も先ですので、植えてる時に50年後のじゃあ需要がどうなってるかというのは、これはなかなか見極めるのは難しいという中で、生産をしているわけでございまして、そういう意味からも、単に供給と需要のバランスを図るという意味だけではなくて、しっかりと需要を作っていくと、50年後に作っていくというようなことを私たちはやっているわけでございます。それからもう一つ、木材については先ほどご紹介もいくつかありましたけれども、持続可能な社会を作るためにどうしても必要なものだという広域的な意味での、そのプロダクトアウトという要因が、他の農産物とか水産物と違ってございますので、こういう意味でも木材の出口をいろいろなところに作っていくということを国の政策として行っているということでございます。では、1枚、青めくり、そうですね、いただければと思います。木材利用の意義ということで4つ挙げております。1つは地球温暖化対策への貢献ということで、また後ほど詳しく説明しますけれども、木造建築物は炭素を固定するということで吸収源として評価できるということ、また、鉄などの他の資材に比べて加工などをするときに使うエネルギーが少なくて済むと、またパリ協定においても吸収源として評価されているということで、この温室効果ガス削減目標の達成というのに大きく貢献する、そういう資材でございます。また2つ目が社会的課題の解決に向けた効果ということで、これまた後ほど資料に出ておりますが、 SDGs の目標達成という意味でこの森林木材というのは大いに利用できるというものでございます。また木材を使うことで山村地域の活性化や雇用の場を作るということが期待できますので、地方創生という社会的課題にも解決にも寄与できるということでございます。また木材を利用してオフィス空間を作ることで、無機質なオフィス空間よりは木というのは湿度や温度を調整して、木材になってからも呼吸をして生きてますので、そういう意味で環境が保たれまして、例えば血圧が安定するとかですね、小学校の場合インフルエンザの羅漢率が減るとか、ちょっとコロナは分からないんですけども、少なくとも感染症にはどうも効果があるようでございます。また、心が落ち着くということでですね、最近の結果なんですけれども、仕事の効率が上がるということで、パソコンのタイピングを比較したところ、
木の部屋でやった方がタイピングが確実で早かったということで、まあ、効率的に仕事をして早く家へ帰ってワークライフバランスを追求するという働き方改革にも、まあ、少しは影響をするのかなというふうに思います。また3つ目は、アフターコロナで新たな日常ということが求められるわけですけれども、まあ、例えばテレワークとかワーケーションといったことを企業の皆さんが行う場合に、まあ、木材とか森林というのを活用する場面というのが、まあ、かなりあるんじゃないかというふうに考えております。また最後に、まあ、これはビジネス面における効果ということで、まあ、皆様の方がご判断をいただくような話ですけれども、まあ、木材を使うことで、基礎工事が簡素化できたり、また工期を短縮化できるということで、まあ、トータルとして、コストが低く抑えられると建物の場合できるということもありますし、また最近では、個々の企業に対して環境面など社会的な課題への取り組みが投資家から要求される時代の中で、この持続可能な素材である木材を使っているというのは投資家に対するアピールにもつながるということで、この、まあ、付加価値にもつながるんじゃないかと、まあ、大体こんな意義があると考えております。で、次に地球温暖化対策と木材についてですね、少し詳しく説明をさせていただきたいと思います。1枚おめくりください。で、木材はカーボンニュートラルな素材という題名で、資料があります。これについてご説明をしたいと思うんですけれども、まあ、森林、木は植物ですので光合成という作用を生きているときに行います。これは大気中の CO2 を吸収して、酸素を排出するというものなんですが、CO2 を吸収する過程でそれをセルロースという自分の体の一部に変えてどんどん大きくなっていきます。このため、この木材というのはもう CO2 を溜め込んでいるということで、CO2 の缶詰ともいえるそういう性格を持っているわけです。まあ、このため、都市部に木の家を木の建物をたくさん建てるということは、森林がなくても都市でも、温室効果ガスを吸収するというそういう対策を講じることができるということであります。で、木材というのは最終的には、燃やされたり腐ったりというのはあるんですけども、その時に体に溜めた CO2 が大気中に排出されます。ただこれは今まで吸ってた部分がそのまま出ていくだけですので、まあ、他の素材に比べますと、まあ、地球環境に与える負荷というのはプラスマイナスゼロということで、まあ、いわゆるカーボンニュートラルと呼んでるわけです。で、まあ、できればこういう形で、CO2 を排出しないような形でですね、木材の形でできるだけ長く使っていただくというのが、日本全体で炭素を吸収していくというためには必要でして、そのためには耐用年数の長い建物というのは一つの大きなこの出口として有望ではないかというふうに考えているわけです。で、同じくこの左下を見ていただきますと、まあ、そういうことがありますので、まあ、他の住宅に比べまして木造住宅は住宅の中にたくさん炭素が貯蔵されておりますし、また、加工などに使われるその化石燃料なども木材の場合は少なくて済むということで、そういう面でも環境負荷が小さいということで、地球環境に優しい素材であるということでございます。まあ、そういう意味で木材を使うという公益的なそういう要請というのがあるということであります。で、次のページをご覧いただきたいと思います。地球温暖化対策との関係なんですけれども、右上の表を見ていただきますと、今パリ協定の期間になっておりますが、日本の削減目標が 26% で、これは排出抑制対策と吸収源対策が成り立っておりますが、その森林は吸収源対策として 2% を受け持っております。で、その中身なんですけど、左側です。2つありまして、1つは森林整備により、森林が吸収される部分が吸収源として、実績としてカウントされます。で、この森林については、昔の森林をただ置いとくだけではダメでして、1990年以降と書いてありますけれども、常に森林を収穫期にある森林をですね、切って植えて整備をするという営みが続けられないと吸収源として国際的にカウントされないということになっています。
まあ、そういう面でも、木材を使っていくというようなことが求められるわけです。でそれから2つ目の丸ですけれども、第二約束期間、今の1つ前からですね、木材は炭素を貯めておくというそういう効果があるということが評価されまして、木材を使っているその部分についてもですね、この吸収量の実績としてカウントできることになりました。このため木造化などを進めた分もこの吸収源に貢献するということでございます。で現在は右下になりますけれども、昨年閣議決定で脱炭素社会ということで2050年までに 80% の削減となっておりますが、今の菅総理の所信表明では排出量実質ゼロということで、この80を100にするとさらに野心的な目標が今後掲げられると思いますので、まあ、この目標を達成するためにもこの森林木材分野というこの分野がさらに貢献するということが今後求められてくるのではないかというふうに考えております。次のページをお開きいただきたいと思います。 SDGs についてご説明をしたいと思います。 SDGs と森林の関係ですけれども、 SDGs はご承知の通り2030年に目標年が設定されていて、まあ、それまでに持続可能でより良い世界を目指す、そういういくつかの目標が設定されております。そしてその目標を、まあ、経済活動と社会面環境面でのさまざまな要請を全て両立させながら、まあ、誰もができるところからそれぞれでやっていこうというのがこの SDGs の中身でございます。次のページをお願いします。でこの森林と SDGs の関係なんですけれども、この森林のこの絵のイラストの下に、まあ、いくつか水源関与、国土保全といった SDGs の目標が並んでますが、まあ、森林が存在するだけで、まあ、これらの機能というものが果たされております。それに加えて、まあ、森林資源を活用して、まあ、森林を整備して、木材資源を利用することでそこから得られた収入を次の世代の森林を作るのにまた投資していくというこの循環を行っていくということ自体がですね、環境負荷も少ないですし SDGs のさまざまな目標の達成に資する、そういうことが言えるわけです。で現実にもさまざまな企業の方が SDGs を達成するために森林と木材を活用していただいております。次のページをご覧いただきたいと思います。まず森林の整備を行っている企業さんの例でございます。まあ、森林整備を行ったり、またそこから得られた木材を自社製品などに活用していただいている例を挙げております。次のページお願いします。また自社の店舗やまた建設会社の商品としての建物に木材を利用するということで、まあ、企業活動と公益的な環境面での要請の両方に応えるということを行っている例でございます。次のページお願いします。現在脱プラスチックとか脱化石資源ということも一方では言われているわけですが、これの解決策として木材を利用するという取り組みも行っております。左は木のストローの例、また右は新たなバイオマス素材の開発ということなんですが、これを少し説明しますと、木材としてだけではなくてですね、木の成分を使って今新たな素材の開発を進めております。まあ、あと数年すればおそらく実用化されると思うんですけれども、木の成分をナノレベルまで分解してですね、いろいろな樹脂などと混ぜて、このプラスチックや鉄に代替するような素材を作るというプロジェクトが行われております。まあ、木材の製品から軽くて耐久性があって耐熱性のある素材というものの可能性が出てきておりまして、まあ、ここにある車のようなものができればですね、ますます都市部での木材の活用というのが進むんではないかというふうに考えております。
で次のページお願いします。また木材ではなくて森林そのものを活用している企業の例でございます。森林で活用して企業の福利厚生事業を行い、従業員の健康増進を図ったり、またこういうところで企業が活動を行うことで地域の振興と活性化という社会的課題の双方に応えると、こういう取り組みも行っております。このように企業活動で行う SDGs の取り組みに多く森林木材が利用されているという例であります。ぜひこういう活動が広まっていければいいなと思っております。次に木材の需要拡大と利用の促進についてこれまでの取り組みと今後の課題についてご説明をしたいと思っております。森林資源の現状ですけれども、戦後植林された人工林、年月が経ちましていよいよ収穫期に達しております。で左下の人工林の樹齢別、樹給別の齢給別の面積というのをご覧になっていただきたいんですが、横軸が齢給と書いてありまして、この齢給というのは木の年齢を表す単位で1齢給が5年という単位になります。で大体50年を超えると木材として伐採できるようになりまして、それが今全体の 50% ぐらいに達しております。いよいよ利用できる時期に入ってきたということであります。で先ほどもご説明しましたけれども、地球温暖化対策の吸収源対策としても、これらの資源を利用することでその後に植林をして若い木をどんどん育てていくというようなことを行うことで、吸収源として森林が生きてくるということになりますし、またこの図を見てもお分かりだと思いますけど、森林についてもあと何年もするとですね、少子高齢化ということになりますので、この森林の年齢別の構成というのを平準化するためにも若返りを図っていくということが必要だというふうに考えております。このような考え方で国産材を進行してきたわけですが、次のページをお願いします。国産材の利用がどうなっているかということであります。かつてはですね、国産材の利用というのが一時期落ち込んだことがありました。ただその後収穫期を迎えた国産材が多く市場に出てきたことということもありますし、また国産材 の先ほど CLT のビデオでもありましたけれども、加工技術というのが、進化してきてまして、国産材でも強度のある資材が作れるようになってきたということ、また輸入木材についてなんですけれども、外国でも資源がだんだん枯渇してきてまして、この輸入をするという輸出をするということに対して、輸出国側が厳しい姿勢を取るようになってきたというような、いろいろな要因が重なりまして、国産材 その自給率ですが、37.8 まで一時期相当 20% 近くまで落ちたんですが、徐々に上がってきております。おそらく今後もですね、こういう形で、きちんと国産材の利用が増えれば、こういう自給率も上がってくるんだろうというふうに思っております。で次のページお願いします。これまで国の方の取り組みとして、木材を使う公共的な要請があるということで、さまざまな措置を政策的に行ってきておりますので、それを紹介したいと思います。まず平成の22年に公共建築物について木材を使おうという法律を施行したのを皮切りに、さまざまな制度改正を行ってきました。公共建築物でもまず取り組みをスタートしたわけですが、民間部門にも木造化の動きを広めていこうということで、例えば国産の木材の強度などの規格化や設計士など技術者が利用するためのマニュアル作りといった、国産材を利用する、なんていうか条件整備というのを行ってきましたし、また、火事になった時の防火面での対策というのも、これも技術的にですね、進めてきました。これは林野庁だけではなくて、国交省をはじめとして関係省庁一体となって進めてきております。
そしてその結果、非住宅分野における木材利用なんですけれども、少し配布資料ですと白黒で見にくいと思いますので、次のページお願いします。画面の方を見ていただければと思うんですが、左の棒グラフのうちオレンジの部分と水色の部分が、これが公共建築物であります。少しずつ公共建築物での木造化というのが進んできているということでございます。で、実際の例ということで、コンクールなどでいろいろ受賞して、こちらも PR に努めているものについて、受賞をした木造の建築物写真を載っけております。次のページをご覧いただきたいと思います。これは国が関わったさまざまな建築物について木材が使われている例であります。学校や公営住宅、そして森林管理所といったことで作っております。ちなみに左上のこの森林管理所ですけど、私高知でここの現場にかつておりましたときに、林野庁が旗振りだけしてて全く CLT が建物に使ってないというのはやっぱりおかしいんじゃないかということでですね、ちょうどこの森林管理所が建て替えの時期だったもんですから、当時国交省にいろいろ掛け合ってですね、なんとか気を使わせてくれということで、やっと平成30年度に竣工したということでございます。こちらにも CLT のパネル工法が使われているところでございます。その後いろいろな省のご協力もありまして、木材の利用というのが広まっております。次のページをお願いします。今後の需要の見込みなんですけれども、これもカラーで見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、画面の方を見ていただければと思います。左の画面図を見ていただきたいんですけれども、少し画面小さいので資料と両方を見比べながら聞いていただきたいんですけれども、現在木造が使われているところが、この画面で言えばこのグリーンの色のところになりまして、木造は木材が使われていないところがオレンジになります。これを見てお分かりのように、低層の住宅ではかなり木材が扱われている、木造のものが多いんですけれども、高層の住宅や非住宅の部門というのはまだなかなか木造化が進んでいないということが見て取れると思います。このため木材の利用を今後広めていくこのマーケットとしては、この中高層の部分と非住宅の部分というのが一つ大きく開かれたマーケットではないかなというふうに思っております。ただなかなか今までですね、木材を使うということがなかった分野でもありますので、やはりこういう高層建物をその設計する設計士さんで、木を使うノウハウを持った人がいないとかですね、いろんな問題がありますので、関係省庁の協力も得ながら、設計者の育成を進めたり、また高層のものであればおそらく長期間にわたるメンテナンスが必要ですので、住宅のいろさまざまなその情報をですね、デジタル化をしてきちんと残すといった技術を開発したり、また高くなるほど耐火性というのが求められますので、それに耐えられるような部材を開発したりという取り組みを行っているところであります。その一つの例が次のページをご覧いただきたいと思います。 CLT です。CLT とは何だっていうのは、この上の図を見ていただければ分かると思うんですけれども、この引き板のこのをくっつけた大きな板をですね、交互に組み合わせて、そしてギュッと接着剤でひっつけたものでございます。で、このメリットというのは、厚さや広さというのを自由自在に設定できるということで、大規模なものやあと中高層で、耐震性などが求められるところでも、この技術を使えば木を使うことが可能であると考えております。また木であるがゆえのそのメリットとして、施工期間が早いということや、コンクリートより軽いので、基礎工事が簡略化できるといったこと、また木ですので断熱性が高いといったメリットがありますので、こういうメリットをアピールしながら、この CLT というのを今後広めていきたいというふうに考えております。また次のページをご覧いただきたいと思いますが、
耐火部材の開発ということです。まあ、木というのは他の資材と違いまして消火しない限り燃え続けるという、あの火事が起きた時に、他の資材よりも不利といいますか、そういう特徴を持っておりますので、この耐火性というのがとても大事です。そして今この左のいろいろ書いてありますけれども、2時間、火事になっても持ちこたえられる部材というのが開発されてきました。この2時間持ちこたえられるということは、5階から14階まで木で作れるということでございまして、今後中高層の建築市場に進出するためには、こういう部材の開発というのが不可欠でございます。今後はこの開発とともにこのコストを下げていくということが必要ですので、技術開発というのを引き続き進めていきたいと考えております。そして具体的な例が次のページになりますけれども、都市部においてもさまざまな技術を活用して、また木造と鉄骨鉄筋といった、いろいろな工法の組み合わせによりさまざまな建物が建て始められております。このような建物というのは、モニュメントとしてもアピール効果があると思いますし、こういう建物をどんどん増やしていくということをしていきたいなというふうに思っております。ただ建物としては難しくても、次のページをお願いします。内装や外装に木を使うというやり方も都市部ではできるんじゃないかと思います。これは駅とか市役所といったいろいろな例でございますけれども、部屋の中に木材を使ったり、表しといいますか、外に見えるところに木材を使ったりと、こういう使い方もあると思いますので、建物を全部を建て替えなくちゃいけないというところまでいかなくても、さまざまな活用の仕方があるということでございます。で、次のページをご覧いただきたいと思います。こういう形で、いろいろ運動を進めてきた結果、徐々に木の建物というのが、都市部でも増えてきております。まだまだ地についたばかりですけれども、今後この木材利用というのの運動が進めばですね、また各企業の皆さんの理解が進めば、木の建物というのが、どんどん増えてきて、都市が第二の森になっていくんじゃないかなというふうに思っております。で、次のページはこれカナダの例ですけれども、こういう大規模なですね、建物が、外国ではもう作られております。国によっては必ず木材を使いなさいと言ってる国もあると聞いておりますし、日本でも、こういう例を見ますと資源はたくさんありますので、可能性は大きく広がってるんじゃないかなというふうに思います。次のページをご覧いただきたいと思います。このページでは都市部における木材利用の課題ということを取りまとめております。今までお話ししたことと重なることもありますけれども、まずは国民に対して木材利用の意義というのを普及しなくちゃいけないということ、また中高層中大規模建築物の木造化に必要な技術の開発や設計者などの人材の育成、また強度など性能面での規格化というのを進めていくことで、建築資材としての木造の需要の喚起をしていかなければいけません。また3点目として、こんな例があるんだということを普及しながら意識の変化というのを促していきたいということで、この民間事業者による木造化というのをどんどん進めていきたいということ、また都市部にはいろいろな建物があると思います。住宅以外にもオフィスですとかホテルですとか、店舗、それぞれで専門をとなそれぞれの建物を専門とする設計者やデザイナーや施主さんというのがいらっしゃるわけですけども、そういう専門の人に対するこの木造の意義、また技術というのを訴求していくということも必要ではないかと思います。また先ほど言いましたように、建物だけではなくて、内装といったこういうやり方もあるんだということで、こういう事例も普及していきたいということです。4点目が、生産地と都市部との連携づくりというのをやっていきたいということです。これは産地と都市部のつながりを作るということはもちろんなんですけれども、こういうつながりをコーディネートする人と、マッチングをする人と
という人も人材もどんどん育てていきたいということです。で最後に国の仕事として、木材を利用しやすくするような技術開発や規制緩和ということも、今後行っていきたいと思いますので、また皆様方がいろいろと取り組みを進めるにあたって、国の仕事だというようなことがありましたら遠慮なくお知らせをいただきたいというふうに思っております。で次のページをご覧いただきたいと思います。民間の事業者の方にこの木造化木質化ということを理解いただき、また連携を持って進めていただくために、このウッドチェンジネットワークというそういう運動もしております。まあ、こういう組織も通じてですね、この木造化木質化の輪というのを広げていきたいと思っております。また木材利用推進全国会議のメンバーの皆様にも、この引き続き木材利用の環境づくりなどにも、取り組んでいただければありがたいというふうに考えております。次のページをお願いします。少し話が変わりまして、林業と木材産業の成長産業化ということで話をさせていただきます。冒頭木材というのは農林水産物なんで、どうしてもプロダクトアウトというのがあるし、地球温暖化とか広域的な要請に応えるためにもプロダクトアウトしなくちゃいけないんだというお話をさせていただきました。ただ実際活用する場面では、例えば建物を建てる場合は最後工業製品ということで、鉄や他の建築資材との競争になるということでおります。で、まあ、現在は国や地方公共団体が一生懸命応援をして木材利用を促していると、広域的な意義があるのでそういう状況でございますけれども、やはり最終的にはですね、市場経済を通じて、ユーザーの皆さんに木を選んでもらって、それに対して的確に産地がしっかりした商品を供給していくという姿を実現するというのが、最終的には必要な姿ではないかというふうに思っております。ただまだなかなか産地の現状はそういう供給体制になっていないということがありますので、まだ途上だということがありますので、この林業や木材産業がこうしたユーザーの期待要請に応えられるように、さまざま生産供給体制を変えていこうと、そういう話をさせていただきたいと思います。次のページをご覧いただきたいと思います。まずその話に行く前に、新型コロナウイルスがこの林業木材産業にどう影響したかということをちょっとお話をしたいと思います。このコロナは全体的にな産業に大きく影響を与えたわけですけれども、この木材や森林林業の部分でもですね、住宅着工やあと木材の輸出が一時的にコロナによってストップしたり落ち込んだりしたということで、切った木が川下に流れなくなったと、物流が滞りまして、木材が滞留したことで木材価格が下落したというようなことがありました。で、産地から流通それぞれの段階でですね、国も支援しまして、需給調整を行って、少しずつその需給バランスは安定してきております。ただ、今後そのこのコロナの影響が経済にどういう影響を与えるかで、この住宅着工がどういう形で推移していくかということで、まだまだこの影響というのは予断を許さないというふうに思っております。ただ、このコロナのようなものがあっても、基本的な施策の方向には変化はないというふうに考えております。次のページをお願いします。現在私どもは林業の成長産業化と森林資源の管理ということでいろんな政策を行っております。まず林業の成長産業化は左上になりますけれども、森林のその所有形態というのは未だに零細な山主さんたちが所有をしてきておりまして、個々の人が木を切り出してもですね、生産コストが高かったり、また供給ロットが揃わないというそういう課題がありまして、やはり資材として競争力を持つためには安定的な木材生産供給体制が必要だということで、そのロットを揃えるといったこと、
また林道などの整備を行って、その木の搬出コストを下げるといったようなさまざまな取り組みを行っております。またスマート林業ということで、今後は人口がどんどん減っていくと、少ない人間で、森を管理しなくちゃいけないということで、こういう意味でデジタル化、ITC の導入というのを急ピッチで今後進めていくことにしております。また下の方に森林資源の適切な管理とありますが、最近そのいろいろな災害で森林に被害を与えるということがありますので、できる限りその被害を抑制するような取り組みを行うとともに、森林を適切に維持することで、若返りを図る、切った後きちんと植えることで次の世代の森林を作るということを行っております。また川中の製材部門については、最終ユーザーのニーズに応えられる結節点であるということで、技術の開発導入を進める、またデジタル化を進めて、きちんと流通を滞り、またダブつく、また不足することがないような形で商品を流通させるというようなための取り組みを行っております。また最後の出口のところについては、今までご説明したように、木の需要、木材の需要を増やすという取り組みを行って、最終的には川上、川中、川下がそれぞれウィンウィンになるような姿というのを実現していきたいというふうに思っております。次のページをお願いします。そういう政策を進めてきた結果、生産性などの その指標が徐々に上がってきておりまして、林業も体質が強化されてきておりますし、最近は若い人が林業をやりたいということで山に来るということも増えてきております。こういう流れを促進をすることで、産業としてしっかりとユーザーのニーズに応えられるような、そういう林業を作っていきたいと、そういう動きを加速化していきたいというふうに考えています。次のページお願いします。最後にグリーン社会の実現に向けてということでお話をさせていただきたいと思います。このグラフというのは、国内の企業を対象にしまして、森林とか木材利用にどういうふうに関わっていきますかというのをアンケートを取りました。で、中小企業から大企業までさまざまな業種の企業の皆さんに聞いたわけですが、400社近くの回答があったその内容でございます。で、やはり森林や木材との関わりというののトップは、社会的に貢献をするという企業の社会的な責務を果たすためにという回答が一番ございましたし、また山村などとの交流活性化といったもの、また環境面での貢献、あと自社の事業領域の拡大といったさまざまな意義を感じてですね、関わりを持とうとされておられるということが、よくわかるところでございます。我々としても、こういう企業の皆さんの期待に応えられるように、森林の整備や、木材の活用といったようなことを進めていきたいというふうに考えておりますが、今日お話ししたように、森との関わりについて、近くに、都市部は近くに森林はないかもしれませんけれども、木材を利用するという形によって、炭素を吸収するという森と同じ役目を都市部でも、果たし貢献することができるわけでございます。さらに言えば、都市部で木造化を進めるということは、おそらく国家100年の計ではありませんけれども、山で森林をきちんと作る場合も50年100年かかるわけですが、この都市に第二の森林を作るというこのプロジェクトも、100年ぐらいの長期的な視点を持って進めていく、そういう大きなプロジェクトではないかと思います。山の森林もそうですけど、この都市の第二の森林も、次世代、次々世代まで引き継がれる、大きな意義のある仕事だと思っておりますし、また、建物ももちろんお願いをしたいところですけども、木質化を進めたり、また山村に出かけていって森林との関わりをさまざまな形で持つといういろいろな工夫をすることでですね、この期待に森林、林業、木材産業が応えることができるというふうに考えておりますので、ぜひ都市部の皆さんのこの関わりというのをですね、森林、木材に対する関わりというのを今後どんどん深めていっていただければというふうに思います。
そして今日資料の中にですね、こういうコンセプトブックというのを、私たちと森のこれからという資料もお配りしていると思います。これは林野庁 の職員有志が作ったものなんですけれども、さまざまなその木材を活用していただいたり、森林との関わりに熱心な企業の皆さんとも議論をしまして、今後今までこういう関わりのなかった企業の皆さんが新たに森林や木材との関わりを持つにあたってですね、どういうふうにやったらいいだろうかと考えたときに、ヒントになるようないろいろな事例を集めた、そういう資料でございます。もしこれから何らかの着手をしたいというようなお考えの方がありましたら、ぜひこの資料を参考にしていただいたり、また林野庁にお問い合わせをいただければ、こんな例があるよということでご紹介をしていただければと思います。地方、各地域でウェブで参加されている方は、後ほど郵送をこの資料するというふうに聞いておりますので、届いたらぜひめくっていただいて、こういう活用の仕方もあるんだと、もしくは、各地域であればですね、自分の地元の森林を都市部にこうやって使ってもらえばいいんだということの参考にしていただければ幸いでございます。今後今日のこういう取り組みを通じてですね、都市部におけるこの森林の関わりを深めていただいたり、また木材を使おうという機運が、コロナ禍ではありますけれども、ますます、広がり、深くなることを強く強くお願いをいたしまして、私の、講演とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。浅川議長、ありがとうございました。若干お時間がございまして、もしどなたかご質問ご意見等ございましたら、お願いをできればと思う次第なんでございますけれども、会場の皆様におかれましては、大変恐縮ですけれども、スタンドマイクをご利用いただく形で挙手をいただいてご発言を賜れればと思います。どなたかご意見等ございますでしょうか。それではこちらをもちまして、浅川次長による基調講演は終了とさせていただければと思います。本日はお忙しいところ、浅川次長ありがとうございました。ありがとうございました。